はい、皆さんこんにちは。こんにちは。WM チャンネルのマサオです。ヤラマンです。今日はですね、キャンプ行きましたね。はい。で、今日来たのは福島県棚倉町の山本キャンプ場だよね。うん。で、山本不動尊っていう大きいお寺があるんですけど、まあ、そこの駐車場にね、一回止めて、受付をして、まあ、キャンプ場に行くっていう形です。はい。いいっすね。いい、かなり雰囲気がいいです。そのお寺はね、今歩いて通ってきたけど、すごい、ね、景色ね。景色良かったね。雰囲気すごい、花とか。かね、めっちゃいい道でした。で、前回動画で、ひびくらの滝っていうところで出してるとこです。キャンプ場の奥が、その、ひびくらの滝なんでね。はい。今日はその手前の、キャンプ場というか。キャンプ場をね、これから、じゃあ、テント張りますか。張りましょう。運んで。はい。はい、それではまた後で。はい、行ってきます。行ってきます。はい、荷物積み終わりましたね。はい。ものすごい荷物です。ものすごいね。とても二人でキャンプするとは思えない荷物ですね。もうちょっと勉強すればいいか。コンパクトにしたいね。ということで、俺車置いてきちゃうね。よろしくお願いします。じゃあ俺は置いてくるんで荷物見ててください。はい。じゃあお願いします。はい。よし。はい、今下の駐車場に着きましたね。で、ここに停めてさっきのキャンプ場まで歩いていくんですけど、山本不動尊ですね。マジでめっちゃいい道ですよ。ほんと退屈しないっすね。すごい綺麗で。で、この赤い橋を渡るとさっきのキャンプ場っす。よし、見えてきましたね。まあ時間にすると5分ぐらいっすね。駐車場からまあ歩いて。オッケー。さあ、サンキュー、ありがとう。お疲れ様でした。お疲れさん。すごい退屈しない道でいいね。退屈ね、ここら辺はね。じゃあこれでキャンプ場まで行きまーす。はい。やらんか。はい。階段っす。階段だね。手運び。こっから手運びか、これを。きついね。やるか。うん。やりましょう。はい。じゃあ頑張ります。はい。やりますよ。やろうか。頑張ってください。もう僕はね、テントの張り方忘れちゃったよ。いや、俺も忘れちゃったけど。早くビール飲みたいですね。ちょっとね。ああ。暑いしね。はい。頑張りましょう。はい。ヤロン君、はい、なんとか組み終わりましたね、テントの方。終わりましたね。暑い。暑いよね。暑い。かなりいいとこに陣取りました。下は川です。めっちゃ綺麗な川、しかも。降りても行けるし。川の音がいいね。なんつったってね、トイレが近いっつうのは最近。そう、トイレしかも、マジね、感動的なぐらい綺麗だった。トイレ。作りたてだから、あのトイレ。最高ですね。マジで綺麗だった。半端ない。で、ここが俺たちの秘密基地。よし、とりあえず焚き火だね。焚き火にビールで。終わりました。じゃあ、いっぱい行きたいと思いますよ。いっぱい行きます。うわぁ、キンキンだね。うん。じゃあ、お疲れさんっす。じゃあ、お疲れさんっす。うまっ。じゃあ、最高め。火を起こす？普通のビールじゃねえ。普通のビールじゃねえ。至福だね。悪魔的美味しさだよ、これ。マジでうまい。今は、何時だっけ？ 3 時くらい。うん。3時くらい。最高にいい時間。まあ、ちょっと、もうちょっと時間経ったら、その料理の方、そうだね。やっていこうかなと。今日はポップコーン作ったりとか、ね。するんで。ガスやべえ。まあこんな感じだね。はい。じゃあまた後ほど。後ほど。そろそろ作りましょうか。では一品目。まずは今日はね、どうしてもやりたいのが、うん、ポップコーンちゃん。おお。じゃん、ポップコーン。バターをまず溶かして、はい、パチパチします。はい。まあ、初めてなんでね。そう、このメスティンちゃんでそうそうやろうかなと。メスティンちゃん、はい、絶対うまいよね。絶対うまい。
ヤナマン君、はい、バターどのぐらい溶かせばいい？とりあえず 4個くらいいっとく。4個、ね、うん、バターは多い方が美味しいからね。バターバターさせた方がいいよね。絶対いい。うまそう。これ多分ね 8g だったような気がする。1個ワンチャンこのまま食べてもいいよ。クッキー、クッキー、うまそうなクッキーだね。うまそうだ。ヤナマン君、じゃあ4個溶かしたね。4個溶かしてないけど、まだ溶かします。はい、行きましょう。4個溶かして、はい、じゃあしばらく待ちます。待ちます。じゃあそろそろいいかな、バターも溶けた頃合いで。これに、まあこれね、はい、ポップちゃんね、楽天で買いました。はい、 100g でもこれ全部やると多分ね5人分とかだと思う。おお、めっちゃ膨らむから。だからちょっと分量考えてやろう。そうだね、どんぐらいいこう。半分くらいいく？半分、そうだね、うん、こんぐらいかな。半分、半分いった？うん、こんな感じで、うん、それでこれで塩、塩なんか最初にかけた方が美味しいって感じ。味がこう入るっていう。あ、そうなんだ。そう、ちょっと塩かけます。はい、普通のね、この懐かしの食卓需要ってやつね。これね、うん、これをもうかけちゃう。うわー、贅沢にね、贅沢にいっちゃいましょう。まんべんなくかけちゃう。贅沢にまんべんなくかけちゃう。はい、まあ薄かったら後からまたかければいいし。そうだね、うん、蓋をしまして、蓋をもうして、はい、熱っ。熱いよね、それはね。めっちゃ熱い。今まで火に当てたからね。いいんじゃない？うん。これでさ、パンパンになる？とりあえず待っててみっか。これでパンパンになるまで。じゃあこれでね、ちょっと待ってみます。何名いて。まあ、サボさん来てる？うん。重々言ってんね。重々言ってる。パンパンならないんだけど。ねえ。なるよね。なると思う。そのうち。うわ、煙。そっちダイレクトだもん。クリティカルヒットしてるよ。だよね。うん。目いて。目いてよね。パンパンならない。もうちょっとかな。なんかこの油の、あ、なった？今一粒弾けましたか？うん、来たかも。パンパンになるまで触んない方がいいよね。触んない方がいいね。あ、来てるね。来てるよ。あ、来てる。おお、来てる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 ね。来てるね。楽しいね。音入ってるかな、ちゃんと。すげえな。すごいね、うん、これが音静かになった時が。そうだね、開けときかな。何粒入れたか覚えとけばあれかな。パンパン数えればわかるよね。やべえね、それね。ワンチャンわかる。あ、すげえすげえ。拾える音。すげえ。楽しい、マジで。あ、めっちゃいい匂いする。嘘。めっちゃポップコーンの匂いする。マジで、俺、すげえ薪の匂いしかしねえ。煙。すげえポップコーンの匂い、やばい。これやばいよ。初めてこういうちゃんとしたことやってるけどね。ね。あ、蓋が開いてきてる。蓋が開いてきてるよ、こっち。これ油断してっと素手で触っちゃうよ。出てきた、出てきた。蓋取れたらダメだね。蓋取れたらダメだね。飛んでっちゃうよね、ポップ。うん。ちょっと押さえといた方がいいよね。うん。でも皮手にも限界がある。熱いもん。うわー、すげえ。やばいやばい。これやばいんだけど、開いちゃうんだけど。じゃあちょっと開けてみます。え、マジ、うん、でもまだパンパン鳴ってって。これさ、多かったワンちゃん、ま、いや多くは願ったような気がするけど、多かったのかな。え、多分ね、あれ20倍とかなんだよ。マジで。これな、あと、あと余熱でパンパン言わせてさ、圧力で押されてるのか、ポップコーンで押されてるのか、どっちなんだ。ポップコーンに押されてんだと思う、多分。そんないっぱいになるのかな、ワンちゃん。もう火から離すけ。話す？うん。
え、でもまだパンパンなってって、ほら、ほんとだ。一回開ける？うん、開けてみよう。うわうわうわ、見てこれ。あ、これね、これ入れすぎたね、ちょっとね。え、こんなんなんの？じゃあとりあえず開けようか、それも。うん、開ける？オッケーだね。開けますよ。開けましょう。まずね、想像以上に膨らむんで入れすぎ注意だね。あれでね、半分も入れてないのにさ、すごいね。これ一回さ、このまま食べてみていい？いいよ。バターとさっきちょっと塩振ったぐらいだよね。うん、そうそうそう。あ、うめえ。うめえ。めっちゃうめえわ。ちゃんと味ついてる？ついてる。おお。うわ、うまいよこれ。これすごいもん、これ見て。ラーメン君買ってみ。ふかふか。あ、いいの？うん。はい。じゃあ食べます。感動的なぐらいうまい。じゃあいただきます。あ、うめえ。うめえわ。うまい、うまい、うまいっしょ。めっちゃうまい。これね、今まで食べたポップコーンの中で一番うまい。一番うまいよね、絶対ね。一番うまい。ちゃんと味ついてんね。ついてる、ついてる。塩もっと入れてもよかったかな。うん、ねえ、だからワンちゃんでもこれにかけちゃえばさ、全然いいしね。めっちゃうめえ。めっちゃうまいっしょ。めっちゃうめえ。絶対ポップコーンはやりたかったんだよね。これやばいわ。やばいね、うん、大成功です。大成功、ポップコーン大成功。はい、じゃあこれ絶対やった方がいいです。やった方がいいね。おすすめ。簡単だしね、うん、子供ちゃんとかいたらね、めっちゃ子供は喜ぶね。喜ぶよね。あと量もね、うん、あるし。そう、量すごい、マジで。じゃあいただきますか。いただきます。ゆっくりね。はいはい、はい、じゃあポップコーン食べて、次は第2弾です。第2弾は何ですか？ワンパクでもいい。たくましく育ってほしいね。フランクスね。はい、火力は火力ちょっと大丈夫かな、これ。こいつに投入したいと思います。弱火で中までいきたいですね。じゃあ日本、とりあえず日本、そうだね、とりあえず日本食べる分ね。どうやる？こか八。じゃあこれでしばらく待ちますか。そうだね、ちょっと、じゃあちょっとこれに、あ、ちょっとだけ塩コショウをね、振りましょう。はいはい、あとケチャップで召し上がれ。 あとケチャップね。はい、じゃあちょっとね、これを、じゃあこれで待ちますか。あ、でももう結構来てんな。中にも火通ったかな。中にね、火通んねえ。通んねえね。そっちの方は、その弱い方、これやべえもん。あっち、あっち、弱い方。うん、そこだったら中に行くんじゃない。確かに、やべえね。これで少し待ちましょう。はい、どんな感じですかね。切れ目が開いてきたよ、これ。あ、もういける。切れ目が開いてきた。もういけるかな、これ。はい、くっついがってるの。それは、うん、その網の焦げがちょっとついてる。そうだね、いいんじゃないですか。いいんじゃない、これ。ジュクジュクしてきたよ、ほら。食べてみたら、油が、これほら、ジュクジュクしてきた。ほんとだ。ちょっとこれ食べてみっかな、うん、じゃあこれ使っちゃっていい？いいよいいよ。ケチャップで、おケチャップ。中には、あ、切ってくれたの。取ったよ。うわ、すごい、みずみずしいね、ケチャップね。みずみずしい。うわ、やべえ、ケチャップ。めっちゃうまそう。だいぶね、波乱万丈。じゃあいただきます。うめえ。あ、うまい。よかった。中までいってる。うん、あ、マジで。うまい、これ。うまい、めちゃくちゃうめえ。食べる？うん、食うかな。めっちゃうまい、めっちゃうまい。じゃあ俺も食べます。うんうん、ケチャップの出方が半端ない。ちょっとに入れて出てしまうね、これ。うん、みずみずしいからね。うわ、あ、上手上手。じゃあ行きます。はい、熱々のフランクちゃん。バッチリだね。うん、バッチリ。全然焦げの味しねえよね。うんうん、中までちゃんといってるね。うん、うまいね。うまい。うん、うまい、うまいよね、うん、じゃあフランクも大成功ということで、はい、いいですか、ね、はい、はい、じゃあもうしばらくしたら次のメニューにまた移りましょうか、うんうんうん、6時だね、ヤノマン君。6時です。火が消えちゃいそう。
今日は結構自然の薪をね調達して頑張ってますね。松ぼっくり、松がめっちゃ燃えるんだよね。おお、すごいすごい。はい、じゃあ次はお肉ですか。続きましてお肉、仙台牛。仙台ね、いいっすね、仙台牛。ちょっと火力欲しいね、もうちょっとこっちね。うん、じゃあまあ2枚くらいずつ焼いて。そうだね、ちょっと2枚焼いてみよう、とりあえず。これめちゃくちゃうまそうっす。あ、いや、うまそう。じゃあいくよ。超うまそう。あ、いいね。じゃあこれ4枚。うん、いいよ、チーズ言ってる。とりあえずこれ焼きましょう。直だとね、火力強いからちょっとこんな感じで工夫しました、はい。じゃあ味付けは塩コショウで。塩コショウで、はい、いいですか。はい、もうちょっと火欲しいね。目が痛い。焼けてきた。焼けてきた。じゃあいくよ、塩コショウ振ります。うん、うまそう。もういいんじゃねえでしょうかね、牛だからね。うんうん、牛だから多分もういいでしょう。じゃあ食べましょう。はい、食べましょう。じゃあ南くん食べてみてください。はい、ちょっと待ってね。じゃあこれをいただきます。はい、熱いよ。大丈夫だね、もう半端ないぐらい。めっちゃうまそう。見て、いくよ、いただきます。はい、あーうまそう。やべえ、めっちゃうまい。やべえ、食べごろ食べごろ、うん、マジで食うわ。やばい。じゃあいただきます。お肉ちゃん、どうぞ。うわ、うめえ。うめえよ。やばいよね、仙台牛ね、めっちゃうまい。ちょうどいい。ちょうどいいね。ちょうどいい焼き加減じゃない。うん、うまい。これこれね、めちゃくちゃ美味しいっす。最高ですね。うまいね。ちょっとね、寒くなってきたよね、やっぱね。うん、本当寒くなってきた。今6時回ったくらいなんだけど、うん、だいぶ寒くなってきましたね。うん、息も白くなってきたね。うん、なんか朝は冷え込むってさっき放送がね、流れてたけど、うん、霜注意報って言ってたもんね。うん、じゃあビールと牛肉をしばし楽しんで、ね、次のまたメニューに移っていきましょう。はい、寒いね。マサボさん、次に行くご飯は。次はね、はい、うわ、うつねかな。豚ロースのね、味噌漬け。味噌漬け、これまあこれ明かりがね、暗いからあれだけど、めっちゃうまそうなんだよ。うまいよ。で、火もね、いい感じに、あんまり火力強めじゃなくなったから、とりあえずはい、ジュージュー行きますよ。ジュージュー行きましょう。こんな感じで、なんとあっちには GoPro の焚き火定点カメラがありました。はいはい、これで待ちます。待ちましょう、待ちましょう。豚だからね、じっくり行かないとね。そうだね、ちゃんと行きましょう、ピーちゃん。はい、じゃあしばしこの状態が続くと思いますので、ちょっと待ちましょうか。はい、待ちます、はい、寒い。じゃあいい頃合いでしょうかね。頃合いですね。いい頃合いですよね。頃合いです。はい、いい頃合いです。焼けましたね。焼けました。じゃあマサボさん、食べちゃいます。どうぞ食べてください。あ、じゃあ俺ヤナモン君のも取ったよ。あ、ありがとうありがとう。これほら、ちょうどいい。これが味噌漬けの豚のやつですね。めっちゃうまそうだよ。いいっすか。うん、あ、そのまま行くの、すごいね。あ、うまい。うまい、うまい、よかったね。ちゃんと火も通ってる。ああ、大正解大正解。うん、うまいよ。うん、うまそうだもん。うん、寒い。やっぱ冷えるね、夜はね。まだ8時前だけど、だいぶ冷えたよね。霜注意報だよね。
うわ、火力が一気にやばくなってきたね。あー、あったかい。いける。いやー、もうちょっと待った方がいいんじゃない？こいつもうちょっとやっか。結構ね、豚肉ってカリカリに焼いた方が好きなんだよね。あー、結構焼けんだ。俺はカリカリに焼いた方が好き。あの、トントロとかさ。こっち綺麗だ。あー、綺麗だね。うん。空気がうまいね。そうだね、やっぱね。はい、来ました。夜も更けてきた。夜も更けてきた。いや、今やっと日が沈んだところです。そうだね。今、8時前。8時。そうだね。ということで、お待ちかねの、あの、今日のメインは一応言っちゃうと、おでん。そう、ね、おでんなんですけど、うん、その前に一発、この子をね、挟みたいと思います。大好きだ。ジアン。映ってるかな？映ってるはず。スコッチですね。ウイスキー。カナディアン。で、これをちょっと今からロックで飲んで、カナディアンクラブ。胃袋をね、極めたいなと。極めたい？清めたい。清めたいと思います。酔っ払ってます。ちょっとね。ありがとう。まあ、ビールまだ3缶くらいしか飲んでないけど、うん、まあまあ、やっぱね、寒いから酔っ払っちゃうよね。俺なんか今日飲む前から酔っ払ってる。じゃあ、はい、これロックでね、いただこうかなと思います。お疲れ様。ちょっと時間がいたらおでんやりましょう。そうだね。はい、じゃあ、お疲れ様です。はい。はい、いただきます。ね、はい、ヤナマン君、これからメインですね。今日のメインディッシュ、これからメインディッシュ、おでんっすね。おでんで、まあ、土鍋持ってきたんですけど。土鍋ね。これあの、僕が普段、はい、一人鍋してる鍋ですね。お土鍋で、これ開けてと、はい、ここに置いちゃうよ、うん、で、こいつをですね、土鍋でおでんとか最高だね、マジ。入れるわけですよ。はい、はい、来た。はい、来た。いくよ。はい。うわー。うわー。うわー、いいっすね。キンキン冷えてる。いいよ、これは。で、これで、着火。だの着火。着火ね。これね、ちなみに、あのね、焚き火だと多分火力強いんで。はい。バーナーと、あれだね。この五徳を使って、うん、まあ、火力っていうか。もう一個できたね。入れちゃう？もう一回入れちゃう。調整して、まあ、やります。はい、じゃあもう一回入れちゃうよ。はい、いきます。これは今日の超メインなんでね。超メイン。うわー、ぴったり。うわ、はい、どうぞ。じゃあ火つけますよ。火つけてください。ここだ。来た。ちょっと強め。こんぐらいにしとく。うん、いいよ。これでじゃあちょっとおでんブクブク言うまで、ね、ちょっとね、ちょっと時間待ちましょうか。はい、この土鍋もめっちゃ味出ててね、いいんじゃないですか。最高。じゃあしばらく待ちますか。グズグズするまでね。じゃあ待ちまーす。はい、はい、いやまさまさ見てこれ、ね、煙がね、めっちゃいい感じじゃないですか。じゃあ開けますよ。はいはいはい、いくよ。はい、オープン。うわー、やっぱめっちゃおでんうまそう。マジやべえ。やべえね、マジでやべえ。こんなうまそうなおでん初めて見た俺。やべえ。やばい。ちょっと弱火にしますか。あ、そうなの。弱火にして、保温しながら。最高うめえぞこれ絶対。どうぞお箸。 ありがとう、ありがとう。これはうまいね。じゃあこれをちょっと実食してみましょうか。お願いします。じゃあ山本さん、じゃあ食べてみましょうか。絶対うまいっすよこれは。はい、ありますね。何から行くんすか。じゃあ一番上にあるここら辺から行こうかな。これは、あ、うまそう。なんだろうね、ガモ。うん、そうだね。いただきます。熱いよ。うわー、うまうまいよね。だって香り嗅いでるだけで半端ねえ幸せだもん。だけうまっ。これはうまいっしょ。これはちょっと普通には味わえないっすよ、この寒空だから余計ね。俺ね、涙が出そう。涙が出そうな、これうまいよ。本当
俺も食べますよ、じゃあ。すげえこれ最高、うん、生きててよかったって思うよ。ほんとっすね、もう香りがちょっと普通じゃねえもん。マサボさんもじゃあ食べてみて。俺もじゃあ食べますよ、最高っすマジで。うまっ。俺も食べます。はい、どうぞ。さっき何食べたの？やろ。俺それこれ、うん、ガンモかな。俺も同じやつ。めっちゃ熱いから気をつけて。絶対熱い。最高美味しいよ。でもめっちゃうめえ。めっちゃうまいよね。多分人生で食べたおでんで今一番うまいっすね。ナンバーワンだよね、間違いなく。これうまいね。やばいよ。この他に大根とか、うん、卵とか、うん、いろいろ入ってるから。これはうまい。最高楽しめるこのおでん。最高だね。おかしいよね、うん、おかしいぐらいうまい。うまい、まあ、今日のメインディッシュ。メインディッシュね。絶対やりたかったわね。大成功。大成功。まず土鍋が最高いいし、川の流れが聞きながら寒空の下で食べるおでん、ね、よかったね。よかった、最高。これだけはね、うん、ぜひ真似してほしいかなと思います。こ、うん、れはやってみてほしい。あの出来合いのおでんパックで売ってるやつを買ってきて。そう、ただね、バーナーと土鍋があればすぐできるんで、うん、寒い時期のキャンプはぜひおすすめですね。昆布もうめ。じゃあこの後はちょっと楽しみますかね。おでんつまんで。そうだね、好き飲んでね。じゃあこういう感じにしますか。はい、そうだね。ということで今日は、今日はね、山本公園キャンプ場、そう、福島県棚倉町山本キャンプ場ね、はい、山本キャンプ場、山本不動尊のすぐ後ろ。そう ね、とてもいいとこでした。最高でした。じゃあこの後ちょっとゆっくり楽しみたいと思います。はい、はい、ではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。はい、ではバイバイ。バイバイ。